今ね、地図見せたんですよ。で、モスクワはこっちの方にあるんですけど、こうロシアの真ん中っていうのはどこなんだろうなと思ってこう見せたんですけどね。で、こう地図見ますよね、こうやってね。そうするとね、皆さんね、日本の国ってこんなに大きいんですね。世界一の大国がここに存在するわけですね。縦長にね、日本の国が北海道と東北だけが映ってますけどね。まあ、ここから大国日本がね、ここにほらちっちゃな中国があるでしょ。中国ってこの半分ですからね。この左半分はいわゆる新疆とかチベットの別の国だったわけですよ。それをその今無理やりこう入り込んでいるんですけどね。だからもともとの支那とね、もともとの樺太までを含めた日本っていうのは日本の方がでかいんですね、こうやって見るとね。大国なんですよ、日本はね。で、なんでこんなことを言うかっていうと、これは北から中心にこうやって見ると日本って国がいかにでかい国かっていうのがね、まざまざとわかるから、この地図は岩手県ぐらいまでしか映ってないんですけどね。 すごいですね、これ日本のでかさね。わかります？よくね、日本は小さくわざと書いてるとかね、本当はでかいんじゃないかって言われていたんですね。で、その通りでかいんですね、日本の国っていうのはね。なぜかっていうと地球丸くないからなんですよね。地球のここのね、ちょうど日本のこの辺からこう絶壁になってるんですね、地球の形としてね。だからその描きようによっては、この中国の場所、海のこの辺っていうのはこうとんがってますからね。だから非常にその尖ってるものを平面で持ってくれば広くなっちゃうんですけどね。まあその辺がこう地球儀を丸く無理やりしちゃってますからね。丸くない地球は丸くなかったということで、日本の大国感が見えてくると思うんですけど、日本の皆さんにはちょっとショッキングかもしれませんけど、日本は大国なんですね、これね。ということで、なんと言いましょうか、ウクライナよりは広いんですけどね。その大国日本のここ今ね、ソ連の地名がないんですね。地名がないから、困っちゃうね、このソ連の地図っていうのはね、ロシアの地図ですか。だからもっといっぱい細かい地名が載ってないと困るなってこう思っちゃってるわけね。で、行き交ってるわけですよ。世界をぶっ壊す核ミサイルがあるんだっつってね。こういう広大な土地を横長にね、持って大国感をこうご満悦されている国なんでしょうけれども、ところが実際はこういったね、西欧諸国、北欧諸国で、ね、そしてその日本、ASEAN、オーストリアとかね、こういった東南アジアの
アジア国家がやっぱり地球の主流たるとこを占めてるわけですね、はい、ですからね、これはあのー